フランソワ・オアピエール・ギオーム・ギゾウは、フランスの政治家、歴史家、7月王世紀の最後の首相。1787年10月4日、フランス南部のニームで生まれた。プロテスタントで、ブルジョアの家庭であり、父はフランスでも有力な弁護士であった。1794年4月8日、ギゾウが6歳の時に、父がフランス革命の恐怖政治に巻き込まれて、ギロチンで死刑に処せられた。 このため、偽造は母親と共に任務から追い出され、ジュネーブに避難する。偽造の教育は母の影響を深く受けた。例えば、偽造の母はジャン・ジャック・ルソーのエミールでの教育論を採用して、偽造が大工にもなれるよう教育した。後年の1848年革命で偽造がイギリスに逃亡した時、偽造の母も同伴して、ロンドンに向かい、そこで没死した。 1805年に帰国してパリで法律を学ぶようになり、同年にフィリップ・アルベルト・シュタップファーの家族で家庭教師を務めた。直後にジャンバティスト・アントワーヌ・シュアールが編集者を務めるプブリシス都市に寄港するようになり、これによりパリの文人会入りを果たした。1809年10月にはフランソアルネド・シャトーブリアンの準教者のレビューを書いて、 シャトーブリアン本人から感謝された。以降も第一定世紀が終わるまで文学に、1000年、1812年には、エドワード・ギボンの、ローマ帝国水防止のフランス語翻訳を出版した。この時期の著作により、フランス大学総長、ルイ・マルセランド・フォンターヌの目に留まり、パリ大学の現代史教授に任命された。これにより偽造の名声が一層高まり、 ピエール・ポール・ロワイ・エコラールや自由主義者の第三代、ブロイ公爵、ビクトル・ド・ブロイとも友人になった。1814年にナポレオン・ボナパルトが失脚すると、ロワイ・エコラールの推薦により、内務大臣、フランソワ・アグザビエ・マルク・アントワーヌド・モンテスキュー・フェザン・サック・ヒキール、内務省の秘書長官に任命された。翌年にナポレオンがエルバ島からパリに戻り100日天下が始まると、 偽造は3月25日に辞任して、再び分100日天下の後は岩に移り、そこで、ルイ18世に越見して、復興生を長続きさせるには自由主義政策を採用することが最善であると述べた。フランスが、再び侵攻されようとした時期に、フランスを離れたことは、後年になって偽造の政敵により、愛国心のない行動として非難され、 ガンの男という不名誉なあだ名をつけられることとなった。第二次王政復古では、第一次、李主流公爵内閣の司法大臣、フランスはバルベ・マルボアの下で、司法消費所長官を務めたが、1816年にバルベ・マルボアと共に辞任した。1819年には内務省で官職に就任したが、1820年に内務大臣、 エリードカズが辞任すると偽造も辞任した。この時期の偽造はドクトリネールの指導者の一人であり、絶対君主制と民主政治の中間と言える主張を持った。すなわち、フランス革命を無政府として反対しながら、ブルジョア層に選挙権を与えることで自由主義政策を実施しようとしたが、ブリタニカ百科事典第11版はこれを民主主義の時制、帝国の軍事伝統。 宮廷の安明な行動や絶対主義にすべて反対しているとしてこきおろし、もう一度の革命で消え失せたとした。1820年にベリー校、シャルル・フェルディナンが殺害され、ドゥカズ内閣が崩壊すると反動政治も最高潮に達した。偽造は官職を追われた上、1822年には大学での講義も停止させられてしまった。しかし、 この時期は1822年の欧州大義生態起源史、1826年から1827年にかけてのチャールズ1世からチャールズ2世にかけてのイギリス革命史、1828年のヨーロッパ文明史、1830年のフランス文明史など偽造の巧妙な著作が生み出された時期でもあった。1828年に 中道王党派のマルティニャック死者区が組閣すると、偽造は教授に復帰した。偽造の写真、ナダール撮影。1830年1月に大議院議員に初当選以降失脚するまで議員を務めた。議会が開会すると、国王シャルル10世は、フラチナ策略により作られた統治への障害の排除を宣言。これに大使大議員、議員221名が、 抗議動議を可決、偽造の発演説も、動議を支持するものだった。シャルル10世は議会を閉会させ、ついで5月16日に議会を解散したが、続く、議会選挙は野党の躍進に終わり、7月25日には、シャルル10世が選挙権の縮小を命じる直例を発した。7月27日に、 偽造がニームからパリに戻ってきた時には、シャルル10世の失脚が明らかであり、偽造は、友人のカジミール・ピエール・ペリエ、ジャック・ラフィット、アベル・フランソワ・ビルマン、アンドレ・マリー・ジャン・ジャック・デューパンの要請を受けて、7月25日の直令に対する抗議文を書いた。偽造は、シャルル10世と、首相、ジュール・ド・ポリニャック公爵の愚かさにより大い継承の変更は、不可避であると考え、 ルイ・フィリップ一世を支持して、1830年8月に内務大臣に就任したが、同年11月に辞任した。1831年にペリエが組閣したが、彼は翌年5月に死去、直後に6月暴動が勃発するなど不穏な情勢が続き、10月11日になってようやく、ニコラジャンド・デュ・スールと元帥が率いる、第一次、スールト内閣が成立して安定した。 この内閣には、ブロイ公爵が外務大臣として、アドルフ・ティエールが内務大臣として、偽造が公共教育大臣として入閣した。この時期より偽造が、旧新自由主義派の間で不人気になり、移行式揮まで人気を得ることはなかったが、偽造本人は意に介さなかったという。公共教育大臣としての4年間において、偽造は、フランス国民に対しての教育の普及、 教育法の改革を行った。また、フランス主教会を設立した。1836年、アカデミー・フランセーズ会員に選出された。1839年春に、ティエールらと共に、首相ルイマティブ・モレ・ハクシャクを攻撃した後、1840年春に、在イ・イギリス・フランス大使に任命され、ティエールは外務大臣に就任した。有名な歴史家で、 イギリスの歴史と文学に熟知し、普通英館の友好と平和にも支持した偽造は、ビクトリア女王やロンドン大衆から歓迎を受けたが、偽造自身も述べたように、彼はイギリスを訪れたことがなく、外交の素人であり、さらに、フランスがムハンマド・アリーを支持したのに対し、他の列強がオスマン帝国を支持したため、海戦直前のような情勢になったが、最終的には、ルイ・フィリップ一世が、 T.A.L. の求めた軍事上の準備を拒否、さらに偽造を呼び戻して組閣させたことで危機が解消された。この内閣において名目上の首相はスールトだったが、実質的には偽造が主導した。外務大臣としては平和志向でイギリスとの友好を主張したため、英仏官は早かれ遅かれ戦争になると考えた強硬派のイギリス外務大臣。 パーマストン施釈とは、反りが合わなかったが、1841年に、ロバート・ピール内閣が成立して、外務大臣が平和志向のアバディーン伯爵に交代すると、普通英館の平和が維持されることとなった。これに対し、大議員の野党はイギリスにへつらうだけの外交であると、批判。イギリス議会でも、同様に、アバディーン伯爵を批判する声があったが、当格にはならなかった。そして、 普通友好の一環として、ルイ・フィリップ一世は放映して、ウィンザーを訪れ、ビクトリア城も1843年に、フランスを訪れて、ウー城に滞在した。1845年には、リオデラ・プラタ・フーサが、普通営共同で行われた。1846年に、イギリスで、政権交代があり、ジョン・ラッセルが代わって首相に就任すると、パーマストン施爵が再び外務大臣に就任した。 偽造はこれで、イギリスの外交妨害を再び受けるようになると考え、さらに、パーマストン施策と在スペインイギリス大使ヘンリー・ブルワーの言葉から、スペイン女王イサベル2世の結婚問題における、普通英館の協定が守られなくなると確信した。そのため、偽造とルイ・フィリップ1世は、イサベル2世をブルボン家のフランソワ・脱出と結婚させた。一方、首相としては、財政。 貿易、軍事など、いずれにも無知だったため、閣僚を通じて状況を知る程度に止まり、結果としては改善といえる政策がほとんど打ち出されなかった。選挙改革の声にも、名友と政敵の両方が警告したにもかかわらず、耳を貸さなかった。そして、1848年2月23日の午後、ルイ・フィリップ一世は内閣を呼び出し、 改革宴会が頻発している現状と屋けないでの意見の相違について述べ、これ以上偽造内閣を継続させるべきかにいて疑いが生じたとした。これに対し、偽造は即座に辞任して公認にモレを推薦したが、モレは組閣に失敗した。翌日、偽造が再び、ルイ・フィリップ一世により、チュイルリー宮殿に呼び出され、助言を求められると、偽造は 私たちはもはや大臣ではないので、政府がすべきことを決める立場にありません。しかし、明らかなのは、暴動は鎮圧しなければならないこと、バリケードが取り除かれなければならないことである。そして、本件に関する私の意見は、今すぐに、微上減衰に全権を委ね、必要な軍事措置を命じることである。今の国王陛下には、内閣がいないので、私は、 命令文を寄贈して署名する用意がある。と返答した。その場にいたビュージョーは、これまで敗北したことはなく、明日も敗北することはないと意思を示したが、ルイ・フィリップ一世は躊躇した後、ティエールたちが、隣の部屋で祖格していると述べ、偽造は、ならば、彼らに任せるが良いと応答した。その後、ティエールらは、軍の撤退を決定した。偽造は、 友人の家に数日間かくまわれた後、ベルギーとの国境を越え、ついで3月3日に、ロンドンに到着した。ロンドンでは、偽造の政策を支持しなかった者も,も多かったが、偽造は、中英大使として赴任した時と、同じく歓迎を受けた。偽造のもとに支援金が送られてきたが彼は受け取りを、故事、オックスフォード大学での教授職も受けなかった。イギリスでは歴史に関する著作に没頭した。 翌年に帰国した後も正解に関わらず、20近くの辞定で著実に専念した。1874年9月12日に死去。1815年の出来事により、性敵からガンの男と国評されたが、ブリタニカ百科事典第11班は自由主義の立場から、フランスの国益に間にかなうことは崩壊している帝国を守ることではなく、 君主制のもとで自由主義政策を実施させることであり、ウルトラ王党派による反動に対抗することであると擁護した。また、政治家としては清廉であり、死去した時も貧乏だった。ポーリーヌド・ムラン・ジャンバディスト・アントアーヌ・シュアールの紹介で偽造と同じくプブリシスと死に寄港しているポーリーヌド・ムランと知り合った。ムランはフランス革命の影響を受けて、 雑誌への寄稿で生計を立てていたが、病気により寄稿を中断せざるを得なかった。直後に、ムランの寄稿が別人の手により継続されたが、これは後に、偽造が変わって書いたものだと判明。二人はやがて恋に落ちて1812年に結婚した。エリザディロン偽造は1828年に、ムランの命で、同じく作家であるエリザディロンと再婚した。ありがとうございます。